よし、病院潜入開始しまーす。待ちか。やった、彼女が基地で待ってるんだ。まさかお前また行かなきゃ。サボってるわけじゃないでしょ。だろうな。たく怖いだぜ。ちょっと出れはするな。兵士が彼女だと会うのに都合いいんだよね。そうかい、覚えとくよ。これやっちゃうのありなのかな。ガが近くまで来てる。やつらをぶっ殺してる男かもな。ねえ、みんなを基地に招集してるんでしょ。アイザックは市内を根こそぎ取り戻すつもりらしいぜ。あいつらに攻撃仕掛けるんだって。なわけあるかよ。前回どうなったか知ってんだろ。アイザックだってバカじゃねえ。だってそう聞いたし。おしゃべり終わりだ。うわ、いっぱいいる。てか犬いる。まいったな。ドリュー、あ、犬バレる。援護する。どこ行った、先のやつ。こいつやろう、先の。ドリューがやられた。うわ、ワンちゃん待て。ごめん。くそ、やりたくないんだけど。あっちいるぞ。追っ始めようぜ。別の角度攻めて。ちょっと待って、やめろ。別の角度攻めるな。いった。おいおい、ここだよ。常に動くべし。右にいる。あ、ここか。あっちに向かった。ここだよ。お腹に斧。あそこにいるか。よし、くたばった。あそこだなと。右にもいるのか。いるな、向こう側か。いた、ここだ。この上か。この上だな。バレてる。あれどこ行った。ほい、バレるバレる。早く終わらせてくれ。そこにいるね。これじゃないな。やれちゃうかな、ここから。あとは長かな。あ、いた。こいつやるか。目がいいんだよな、敵。ふんぬ、ふんぬ、ふんぬ。あとは中か。出てきてもらった方がいいけどな。あ、出てきた。よし、広がれ。中庭を調べろ。探し出せ。よし、平気。出てきてないか。ここだね。あ、ちょっと出てきてくれてるか。あ、ここにいるじゃん。
もうそう。使ってこう。だいぶ楽になる。どこに消えた？絶対に逃がすな。うわ。急に射撃下手になるからな。投げた方が強いわな。そこにもいるよね。こいつはもうあと一人だから。ピンでひるまして。おれ。よし。完全に危ない。まだいる。そっちか。まだ二人いるな。来たか。構えたよ。来てほしい、来てほしい。いなくなった。いるんだけどな。いるはずだよ。大丈夫だ。こっちにいるよ。おいで。死に際の顔が怖いのよな、このゲーム。その調子だよ。これで行こう。失った。モス。これで貴重な弾は使わないで済む。まだ声するな。こっちか。もうノラ一人になるまで殺していくか。ジョエル流のやり方で。どこだ。やば。おいで。オッケー、いないね。ラスト止めて。ほい。ダメんなよ。なんか投げてきたな。あそこか。光見えてるっぽいな。開いてない。開いてるか。やめろ。はい。そっちじゃない、ここだ。うん、これは取れないか。ほんと皆殺しだな。上はどちら。
階は人気がないな。なんだこれ、名前書いてある。名前じゃないか、物資ね。2階の部屋ってここじゃないか。角部屋、隅の部屋。あれ、音楽聞こえる。いる？なら、あんたなの。あれ、この部屋か。なんか喋ってんな。うわ、懐かしい曲。あれ誰だろう。いい曲聴いてんな。趣味いいじゃないか。あ、ノラだ。アビーがいたってこと。バカにすんなよ。あいつがどこに行ったかハゲ。アイザックに何か聞かれたら、私は思ってること伝えるから。好きにすれば全くくだらない。あの左上の人か。マキゾヤごめんだからな。戻るのかなこれ。出れるんかい。マジエリーすごいな。ノラはこの先っぽいけど、戻ってぶっ殺すのもありかよ。全員開くか。開いちゃうのね。開かないか。ちょっとホッとしたわ。よし、行くか。いるじゃん。静かに。それ置いて。覚えてるでしょ。何の用。アビーがいたよね。どこに行った。知らない。撃ったら銃声でみんなが集まってくる。でもあんたを殺せる。奴の居場所を言うなら逃がしてやってもいい。見逃してあげたでしょ。そもそも初めからジャクソンに近づかなきゃよかったんだ。アビーはどこ。叫び声にうなされる。何、こいつ煽ってんのか。毎晩思い出す。そう、あいつは殺されて当然のクズ。ぶっ殺す。誰か死ぬかよ。誰かねえ、この野郎マジでぶっ殺す。ノラ、逃がすもんか。この野郎本当にムカつくな。こいつ開けろ。どうするこれ。いけないのか。ここ、こっちか。待って。ふざけんな。待て。どこ行きやがったあいつ。どこ行った。
この野郎。待ちな。賢いな。いや、怖い。この状況やばすぎだろ。一人ずつやっていくか。危ない、来るよ。ゾンビとやってろ。怖すぎ。やっつけてくれたな。どこ行きゃいいんだこれ。戻ればいいのかな。届いてほしいな。あっちに投げるか。ほい、来んだ。よしよし、いい子だ。うわ、来る来る来る。弓矢が引っかかりそうだけど、感染したんだろう。マスクしてなかったけど。どこ行った。視野狭っ。ちょっと来ないでよ絶対。どこ行ったんだろう。これか。大声出したくないよ。この裏とか怖っ。泣いてる誰か。咳してるな普通に。あいつだなきっと。化け物化したなあいつ。行く？
モルトフオンラインで行くか。あ、やっぱりそうだ。選ぶのかい。こいつゾンビ化して襲ってくるんじゃないかい。アビーはどこ。なんで星吸ってるのに。敵なんだよ。あんたあの時の。あんたファイアフライ。なるほど。ファイアフライなんてもういない。でも残党なんだろうな。アビーはどこ。行ったところでどうせ私を殺すんでしょ。そうだよ。言えば楽に死ねるよ。それとも苦しんで死にたい。優しいなエリ。あの男がしたことで一体何人死んだか分かってんの。それはエリも分かってんだよ、残念ながら。でどうするの。友達売るつもりはないね。エリーが苦しむつもりはあるんだよ。私エリー大丈夫。お前それ誰の血だ。あいつ見つけた、この水族館。そう。ほら、体拭こう。腕を上げて。痛そう。痛いなこれは。
口を割らせた。ほら、もう大丈夫。どこにも行かないで。昔のいろんなもの置いてったんだ。お願い、なんか残ってるはずでしょ。なんでいなくなったの？何これ？研究してたんだな。これ私。え？脳なのか？研究が悪い一歩手前だったのか。もういなくなった。私はまだどっちに加わるか決めてない。私はあの男と女の子を追うって意見に賛成したけど、万が一あの子や他にも免疫のある人をこれから見つけたところでどうしようもないって。ワクチンを開発できる人はもうこの世にいない。免疫のある人をこれから見つけたところでどうしようもない。これから見つけたところでどうしようもないって。ワクチンを。エリー、チュールだ。よかった。何考えてるんだ、真夜中に突然出てくなんて。なぜ黙っていった？書き置きだけ残されたら
教えて。ここで何があったか。また嘘をつくなら私は出ていく。もう二度と戻らない。でも本当のことを言うなら、それがどんなことでも、ジャクソンに帰る。ねえ、言ってよ、ジョエル。ワクチンを作っていたら、お前は死んでた。だから止めた。待ってよ、なんで。私に指一本触れないで。ジャクソンには帰る。でももう終わり。小部屋か。ディナ、ジェシー、大胆無敵。ほらジョエル、お気に入りでしょ。すごいな、孤独部屋か。ディーナ、ジェシー、どこ行ったの？二人はどこだろう。どこ行っちゃったんだろう、二人。いるじゃん。あいつ昨夜ずっと辛そうにしててさ。だったら怒
残してよ。妊娠してる。そう。お前の気持ちはわかる。けど連れ帰らなきゃ。ここじゃちゃんと医者に見せることも。そのくらい。わかってる。でもトミーを放っておけない。私のせいなんだよ。あんたが連れて帰って。お前抜きじゃ帰らないよ。トミー探すぞ。例の水族館に行ってみよう。トミーはアビーを見つけてない。だから先回りするんだ。ここにディーナを置いてって平気なの？そうしろって。そっか。じゃあ行くって伝えよう。俺は外で待ってる。わかった。エリー、おはよう。鍵かけに来てくれる？汗だくだ。つらそう。出発だ。水族館は海岸沿いだろ。よし。ならこっちだな。うん。じゃあ続きは次回。ラストオブエリー。濡れてばっか。エリー頑張れ。お疲れ様です。